続いて都内のスポーツ情報を熱くお伝えします。ブラックスポーツフラスポです。今日はまずこちらをご覧ください。皆さん、アクアスロンという競技ご存知でしょうか。あのオリンピック競技のトライアスロンというのはスイム、バイク、それからランの順で争っていくんですが、このアクアスロンというのはその中からバイクを抜きました。スイム、そしてランで順位を決めるというものです。そんなアクアスロンの大会が昨日、江東区の辰巳国際水泳場で行われました。小学生たちがゴールを目指して懸命に頑張る姿、ぜひご覧ください。今年で8回目を迎える辰巳アクアスロン大会、出場する小学生たちは待機エリアで激励を受けますが、プールのエリアに家族は入れません。ここから先は自分一人だけでライバルたちと戦わなくてはならないのです。位置についてスタート。小学 1,2 年の部はまず50メートルを泳ぎ、プールから上がるとすぐに今度は1キロメートル走が待っています。しかし孤独な戦いだったプールと違い、ここでは家族からの熱いエールが。頑張れ頑張れ頑張れ、こっち来て来て来て、頑張れ、行けるよ、前見て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 最後まで。ゴール後に座り込む選手が出るほどの激しいレースの中、女子の1位で飛び込んできたのが2年生の菊池和沙選手。大会新記録で2連覇を達成です。走ってる時に応援してもらって、ラストスパートがかけられて嬉しかったです。小学 3,4 年の部はスイム 100m、 ラン 2km、 女子は吉田リリナ選手、吉田ひなな選手の吉田姉妹がワンツーフィニッシュです。楽しかった。少しあったけど負けちゃった。みんなが応援してくれて、それで1位になれたので、みんなのおかげだと思います。そして惜しくも優勝には届きませんでしたが、全員が完走。最後まで全力で走り抜いたその姿は、家族たちにとって金メダルと同じように輝いて見えました。はい、本当にみんな力を出し尽くした、そんな素晴らしい笑顔でした。そしてですね、大会中こんなシーンもありました。こちらです。小学 1,2 年女子の部で2位でフィニッシュをした奥山選手、自分のレースが終わってもそのまま他の選手の応援にこうして回っていたんですね。そして実は今回の舞台、辰巳国際水泳場、来年の春からスケート場となるために、この場所での開催は今年が最後だということです。その最後の年に見られた小学生のスポーツマンシップの精神、相手をリスペクトする気持ち、よく表れていた、そんなシーンに感じました。来年のこのアクアスロン大会、開催場所はまだ決まっていないということなんですが、ぜひ新しい会場でも素晴らしいシーンたくさん生まれることを期待しています。以上、フラッグスポーツお伝えしました。